とは、丸い図形を線形に分割し、何らかの構成比率を表したグラフ。円グラフでは、線形の円弧の長さは、その線形で表される量と比例する。線形をすべて合わせると完全な円となる。一般に、世界初の円グラフは、ウィリアム・プレイ・フェアのスタティスティカル・ブレビアリーとされている。円グラフでは、 円全体を100%として線形の面積で構成比を表現する。データは時計の12時方向から構成比が大きい順に時計回りに並べるのが一般的である。構成比の小さいものデータは最後にまとめられ、その他と表示することが多い。例示されたデータの円グラフ例示されたデータの円グラフで最大正当に対応する線形を分離した場合、 ここでは2004年の欧州議会選挙結果を例として説明する。以下の表は各政党の獲得議席数の一覧である。全議席に対するパーセンテージとそこから計算した中心角を記している。中心角はパーセンテージに360度をかければ良い。丸め誤差があるため合計しても正確に100や360にはならない。 それぞれの中心角は対応する量に比例する。中心角の合計は360度なので、ある量が全体を1とした時9で表される場合、その中心角は369度になる。この例では、最大正等の中心角は135.7度である。割合が0.377なので、360度に、 かけて小数点以下第1位に丸めると135.7になる。3種類のデータ群を円位グラフと棒グラフで表現円グラフはおそらく最も一般的な統計図表としてビジネスやマスメディアで使われているが科学や工学の分野ではあまり使われない。円グラフには批判も多く統計学者は円グラフを使用しないことを推奨していることが多い。 問題とされているのは円グラフ内の異なる領域の比較や複数の円グラフの比較が難しい点である。円グラフは情報提示の方法として効果的な場合もあり、特に円グラフ内の線形と円全体を比較する場合は有効である。円グラフは線形が全体の25%や50%となる場合に最も理解しやすいが、 棒グラフなどの他の図や表形式の方が情報提示方法としては適切である。ベル研究所の研究によると人間による角度の比較は長さの比較ほど正確ではない。このことは右の図で示すことができる。三つの円グラフとその下にそれぞれ同じデータから描画した棒グラフがある。円グラフでは各領域の大小比較が困難なんだが、 棒グラフでは容易に大小比較できる。しかし目的が合計と各領域の比較で各領域が全体の25%か50%なら円グラフの方がわかりやすい。三次元円グラフの例ナイチンゲールが作成した東部での軍隊における死亡原因の図一つ以上の線形が円から分離されているグラフ。その部分を目立たせる効果があり。 特に小さい部分を目立たせるときによく使われる。円グラフを三次元で描画したもの。見た目を美しくする目的で使われることが多く、データの読み取りが改善されるわけではない。円盤を斜めから見た状態になるため、データの正確な読み取りはむしろ困難になる。データを表現するのに、不要な次元を導入して、グラフを描画することは、 エングラフだけでなくあらゆるグラフで好ましくないとされている。フローレンス・ナイチンゲールは1858年、系統図、鳥の戸坂と呼ばれる一種のエングラフを考案した。日本語で、系統と名付けられているのは、その図が掲載された著書をナイチンゲールが、コックスコムと呼んでいたため、図そのものを、コックスコムと誤って、呼ぶようになったことに由来する。数量が、 半径に比例するように描かれるともされるが、少なくとも、ナイチンゲールの例では面積に比例するように描かれている。一般的な円グラフと異なり、系統図の各領域の中心角は一定である。ナイチンゲールがこの図を考案したとされているが、もっと早い時期に、これを使った例がある。レオン・ラレインは1843年32。 方位での風光の頻度を系統図で表した。1829年、アンドレ・ミヒエル・ガリーは、周期的現象の頻度を系統図で表したものを、論文に掲載している。世界初の円グラフは、1801年に、ウィリアム・プレイフェアが、著書スタティスティカル・ブレビアリーに掲載した二つの、ずっとされている。しかし、円グラフがその後すぐに広まったわけではない。 初期の使用例としては1858年にチャールズ・ヨゼフ・ミノールドが描いた地図がある。彼は地図に三次元的な情報を追加する必要に迫られて円グラフを使用した。ありがとうございます。